写真拡大、支配下登録され即一軍昇格した巨人の田中豊樹投手26が26日のヤクルト戦、神宮で5点リードの9回に3番手で登板。1イニングをわずか13球で無安打無失点に抑える満点デビューを果たした。最後の打者上田を148キロの直球で中飛に打ち取ると思わずガッツポーズが出た。2015年ドラフトで日本ハムに5位指名されて入団。18年までの3シーズンで計31試合に登板したが、昨年はプロ入り初の一軍登板機会なしでオフに戦力外となった。育成契約で巨人入りし、この日に支配下登録を勝ち取ったばかり。一度戦力外を経験して、なんとかもう一度一軍の舞台でやりたいというのがあった。やっとスタート地点に立てたというのが率直な思いですと意気込んでいた。急な支配下昇格により背番号19のユニフォームが間に合わず、これまでの背番号018でマウンドに立った。上原、菅野らエースがつけた背番号に正直びっくりというのが一番最初にありました。それでも受け取った以上は番号に恥じない活躍を求められる。5年目右腕は上原さんの雑草魂。自分も本当にエリートじゃなかったので、上原さんのような雑草魂で這い上がっていきたいと思いますと目を輝かせる。キャンプからアドバイスを送ってきた原監督は、育成選手とはいえ経験というのは持っている投手、物おじせずにね、本来の投球をやってくれたんじゃないですかねと合格点を出した。背番号については宮本投手コーチと話をして、もう苦労人だよ、いい番号を挙げてくれということで期待に応えてくれることを願っています。ジャイアンツにとっては支配下70人枠の69番目ですから、非常に大事な1枠を彼に使ったわけですから、期待というのはそこで理解してくれるといいですねとの裏話を披露し、今後の活躍を願っていた。